岸田総理は、能登半島地震からの復旧・復興に向けて従来の支援金とは別に、最大300万円を追加で支給すると表明しました。岸田総理、能登地域6市長を中心に、地域福祉の向上に資する新たな交付金制度を設けます。 岸田総理は被災者生活再建支援法に基づく最大300万円の支援金とは別に野戸地域6市町を中心に新たな交付金を設け住宅が半壊全壊している高齢者などを対象に最大300万円を追加で支給すると表明しましたこの制度の対象とならない若者子育て世帯についても住宅融資の金利負担助成などを行えないか 石川県と調整を進めるとしていますさらに災害による住宅や家財などの資産損失については税制面での特例を設けるとしています以下はネットユーザーの反応をまとめたものです6.1町の高齢者のみ支給するのは不公平です支給するのなら年齢と居住地域を条件とせず現役世代や他の市町村でも全開 半壊などの被害に応じて公平に支給すべきです。野党は高齢化が進んでいますが、現役世代も住宅に大きな被害を受けているのは同じです。対象としている六市町以外の石川県内の市町村、富山や新潟の一部でも全壊や半壊は多数あります。高齢者 特定地域のみ優遇するのではなく現役世代や他の被災地域も公平に支援すべきです確かに被災者に対する支援は本当に必要だし300万円の支給も良いとは思うけどやはり年齢別で区切られるというのは疑問ではあるやはり被害や損失の規模の大きさに合わせて区切るのならわかるのだけど高齢者だけとなると指摘が出てきてしまうのは致し方ないのかなと思う ただ記事にはこの制度の対象とならない若者子育て世帯についても住宅融資の金利負担助成などを行えないか石川県と調整を進めるとしていますとのことだし高齢者だけの支給にするのならこの若者世帯などさまざまな世帯にそれ相応の支援が届くようにお願いしたいバラマキで人気が出ると思ったら大間違い例えば 火事は全国で3万5000件は起こっているが、隣が火事になり、延焼した人には1銭も補助はない。能登だけ注目されているから金をばらまくのはおかしいし、能登市民だと言って虚構の被害で受け取るやつもあるかもしれない。まず、法に基づいた対応が、 きちんと実施されるのがまず前提でそれで救えない人々がいるのが分かったら何らかの追加措置の判断をすべきであるインフラ整備が第一避難している人にただ金配っても困るだろう金をまけば票が買えると思うのは完全に行かれたもののすること岸田総理の被災者支援の表明は 当然のことであり被災者の皆さんは気兼ねなく支援を受けるべきだと思う政府に徴税権があるのはその反対給付として国民の生命と財産を守ることです日本列島のどこでも能登半島の地震と同様の被災を受ける可能性があるので自身が被災者になってしまった時に被災者支援金はどれだけ心強いかを考えると心強いものを感じる 誰もが年を取るし祖父母や親もいるけど過疎地域の高齢者の生活のために電気ガス水道電話郵便警察消防医療介護いくらのお金がかかるのか東日本大震災でも数十人の移住地域確保に1人当たり数千万円かかって事例もある移住が選択肢にあってよい 過疎地の住住民らら、しき人から移住促進反対、意見もやふこめで見てきたけどその高齢者がさらに年を重ねて誰が面倒を見るの医療や介護を効率的に提供できるって意味でも莫大な見舞い金とインフラ整備をし直すより県営住宅でも作って福祉を提供した方が本人と家族にとっても結果は良かったって形になることもかなり考えられると思う。 条件付きでこの支給に関ししては賛成します。条件とは市町村で差がつかないよう公平にお願いしたいですね万博は今から中止した方が開催した場合より支出が少ないなら中止してほしい ODA も見直してほしい今使えるお金は復興に注力すべきです高齢者とかではなく持ち家の半壊全開のみでないとただのばらまきになる 通常の支援金で最大300補助があるのをいきなり倍額にするのはやりすぎだし、600支援しないといけないかそうじゃないかの線引きを高齢者かそうじゃないかで判断すべきではないと思います。投票をしてくれる高齢者ばかり優遇するのはやめませんか住宅に被害を受けて、生活を再建しなければいけないことに年齢は関係ない。 そんなことをすれば地震が多くて不便な能登から離れる若年層が増え一層の過疎化が進むかもしれないこうなれば本当に能登のためになるのでしょうか能登が将来にわたって豊かな土地に戻れるように真剣に考えてほしい 個人にばらまくのではなく、命に直結する水道や電気、ガスといったインフラの復旧を一刻も早くお願いしたいし、道路や港の復興の方が先だと思う。昨日、野党に300万円じゃ足りないって言われたからだと思うけど、岸田さんのやることって本当に安易すぎてびっくりする。300万円のところ600万円になると喜ぶのはお小遣いが増える感覚の老人たちだけで。 現実的に家を建て替えなければいけなかったり商売を立て直さなければいけない人にとっては、ないよりはマシくらいのものでしかないと思います。家を建て替えたり修理するには全く足りない。首相としてこれはできるこれはできないというはっきりしたものもないし、今は我慢してください。きっと我々が助けますといった強いメッセージがあるわけでもない。 口丁でも困るけどこんなにリーダーシップがない人が国のトップだと被災地の皆さんも元気をもらうどころかどっと疲れると思うな。被災者の数数万人いるだろうその半数が高齢者だから100億単位の費用かかるのではこのような事態なので出せない金額ではないと思うが使い道はあらかじめ政府として被災者にレクチャーすべきと思う。 復旧ではなく復興を支援する流れを明確にしてほしい熊本での地震を経験しましたが現役で働いている人は自分の家が壊れている中地域の方や高齢者の方のために仕事外のボランティアもたくさんしてくれているその世代の人たちへの支援を厚くしてこそ意味があると思う お金も大切だけど高齢者だけでなく住む場所がなくなった方にアパート等も用意した方が喜ばれるんじゃないかな地元での仕事の都合も考慮し働いている方々はできるだけ近くにアパート等それでも近くにたくさん確保はできないだろうから年金暮らしの高齢者は多少遠い場所でも良いからとにかく住居の手配が優先ではないのかな 金だけ渡してあとはご自由に的な発想では情報に疎い高齢者の方々は救われないと思います高齢者ももちろんだけど若者世代は住宅ローン抱えてる世帯が多く20でローンを組むとなったら大変なこと世代での保障ではなく状況をきちんと精査してほしいこの支援策は 今後いつどこで起きるかわからない地震支援策にものすごく影響する富山県住まいで我が家は無事でしたが富山県でも全開は多数あります不公平さはなくしてほしい5は今後の復興税が気になります相次ぐ値上げで日本全体が悲鳴状態なので税金の使い道しっかり公表し税金上げはやめてほしいです 被災者の方の支援はふるさと納税や募金でわずかながら言っていますが義援金や支援金の使い道ももちろん明確にしてほしい被災者が一日も早く元の日常生活を送れることを願いながらも税金の使い方は気になります